藤原光頼は、平安時代後期の苦行、歌人。派出大納言入道、桂大納言と称す。羽室光頼とも呼ばれる。藤原北家、家重寺流洋室家、県中納言、藤原明よりの長男。かには、二位、県大納言。派出家三代。九十三年三義、方言三年県中納言、英略元年県大納言。 脳裏としての評価が高く、何事にも公正を持って対処し、長屋の人望も扱った。区間賞においては、松代、に抜け出て人に褒められし人物として高く評価、されている。平治物語によれば、平時元年に勃発した平治の乱に際しては、老いにあたる藤原信頼に与贈して、軍事行動を起こした弟の思い見方を叱責し、その離反の縁員を作ったとされる。 同初の光雷教三代のことの段には、得意絶頂の信頼に対して一歩も臆することなく、堂々と正論を述べる光雷と、その態度に面目を失う信頼の姿とが対照的な筆致で描き出されている。晩年は出家して、桂の里に退院した。和歌にも優れ、歌集として、桂大納言集を残す。また、新直線和歌集以下の直線和歌集に八種が、 再録されている。破出屋は、三つりのこの台から三つ政の流れと胸よりの流れに分かれるが、後世まで加名を存続させたのは、胸よりの流れである。ありがとうございます。